次に山崎誠君。山崎君。皆さんこんにちは、お疲れ様でございます、立憲民主党衆議院議員の山崎誠でございます。私もエネルギー政策ずっと質問させていただいておりまして、今日も梶山大臣には、就任早々ではございますが少し突っ込んだお話も含めてお聞きをしたいと思います。私は内閣委員会でもご一緒ご質問させたことがありまして、大変誠実な方で信頼をしております。ですので、まあ質問の内容によっては参考人の方にお答えいただいても構いません。前向きな議論ができればと思いますのでよろしくお願いします。でまず実はちょっとこれは答弁質問通告にはないのですが、1点だけ昨日の夕方にですね記事が出まして、ちょっとそれを見たもので、まあ、基本的な事項なので、ぜひこれはちょっとお答えをいただきたいと思うんですが、原発の新増設に関するお話でございます。で政府の見解は何度もお聞きをしていまして、新増設、原発の新増設については考えていないということで、答弁をいただいています。で宮川大委員も以前にも質問していたんですが、上関原発、中国電力、ニュースが飛んできたのが、ボーリング調査をですね、今月の14日から来年の1月30日までの予定で開始をするよということ、それも海域での地下、まあ、掘るボーリングですねをやるというお話が出てまいりました。でご存知の方も大勢いらっしゃると思いますが、この上関原発の立地地域は本当に瀬戸内海の大事な自然が残っている地域でございまして、まあ、これ政府の方針に行けば原発新増設はしないわけですから、ね、この上関原発のこのボーリング調査をする意味はないはずなんですよ。ですが、重要電源開発の地点ということで残っておりまして、中国電力はそれを理由にいつもこの工事を止めようとしないというか、まだこうペンディングしている。そして今回このボーリング調査という話も出てきました。梶山大臣申し訳ないんですけど、この原発の新増設はやらないっていう方針を確認させていただきたいのと、この今ボーリング調査、そういう政府の見解の中でこのボーリング調査をやろうとしている中国電力に対してのコメントをいただきたいんですけど。梶山経済産業大臣。山崎委員おっしゃるように現時点では新増設リプレイス等は考えておりません。今中国電力のこのボーリングについて今急に私もメモが入ってきたんですけれども、まあ、設置許可は未取得であります。それで福島事故後に準備工事は中断をしておりました。まあ、これまでも安全対策につながる地質調査ボーリングも含めて実施をしてきたところであります。まあ、今般これまで収集してきたデータを補強するために異なる手法でボーリング調査を実施するもので、海上でのボーリング調査は初めてということになると聞いております。この調査の実施にあたり中国電力は必要な許認可は取得済みということですので、このボーリングに関する許可に関しては、すべて取得した上で行っているということでして、これが原発の建設につながる、つながらないは別として、この調査については、中国電力の責任において行われているものと思っております。山崎誠君。明らかなことは、原発を建設しなければこのボーリング調査はする必要ないんですよ。原発を作る前提での調査はもう間違いありませんので、まあ、これはもうここでやめますが、ぜひ大臣、これはね、今の方針現時点ではっていうことであるならば、現時点ではこのボーリング調査の必要はありません。その現時点がいつになるかですよ。私はすごくいつもその前提をつけてお話をされるから、どこかでこの現時点が取れるのではないかとって非常に不安でありますが、現時点では計画がないんであればこのボーリング調査やらないようにぜひ指導をしていただきたい、あるいは延期見合わせを指導していただきたいと思いますが、ご答弁いただけますか。梶山経済産業大臣。これも今頂戴した質問ということですので、事実上をしっかりと調査をしてみたいと思います。山崎誠君。ぜひこれは現時点では新増設はしないという政府の方針に従えば、貴重な上関の自然を壊してまでボーリング調査を今やる
今やる必要はないと思いますので、ぜひご指導ください。それでは質問に入りたいと思います。開催電力 の、 疑惑のお話、今もずっと、佐伯さんの話を聞いていて、やっぱりもうこれはですね、徹底的に意味を出していただきたいのは同感でございまして、で私は今までもいろんな野党のヒアリングでも経産省のスタンスを聞いてきましたが、その第三者委員会に任せるんだと。でね、報告徴収まではした、これはもう法的に電磁法に基づいた正式なもので大変厳しいものだと思います。そこまでやっておきながら、なんでこの第三者という、名目の、ね、委員会、決してこれ第三者ではありませんよ。だって関西電力が人選をしているんですよ。で関西電力の書類の中にはこう書いてあるんですよ。具体的な調査対象の範囲、調査手法については本委員会が当社と協議した上で決定するってあるんですよ。範囲と手法を協議をして、会社と協議をして決める委員会がなんで第三者って言えるのかね。私はこれは第三者委員会とは呼べない、社内の調査委員会です。それに結果を委ねる、その結果を待つという姿勢自体が私は経産省としては間違っていると思います。で、1点ちょっと具体的にお聞きしたいんですけど、この調査委員会の委員に対する報酬っていうのはいくら払われているか分かりますか。梶山経済産業大臣。これは関西電力から支払われるということで、私自身は存じ上げません。山崎誠君。それでですね、この委員会が本当に公正中立にですね、第三者性を持って、調査ができるっていう、私は全然分かりません。例えば極端な話ですけどね、各委員に1億円配られてたとする。いや、極端な話、そういうのあるかもしれませんよ。そうしたときにこの委員たちがですよ、関西電力に遠慮をして、そういう可能性だってあるじゃないですか。だから私はぜひ経産省としてね、この委員会が第三者で、その報告を待つに値する委員会だということを言うんであれば、ぜひともそういうところも含めてですね、調査をして、公にこの委員会は問題がないんだと、この委員会を経産省としても認めて、第三者性を確認をした上で調査の報告を待っていただきたいと思いますが、いかがですか。梶山経済産業大臣。先ほども別な方との質疑の中でありましたけれども、会社の企業のガバナンス、またコンプライアンスというのは、まあ、しっかりとそれぞれの会社が組み立てていくものだと思っております。そういった中で不祥事が起きた場合に、日弁連のガイドラインに従ってすべての情報にアクセスをできるという中で選ばれた第三者委員会の委員であると思っております。まあ、ここで徹底的な、その調査ができると私どもは思っておりますし、まずはそこからさまざまな対応をしてまいりたいと思っております。山崎誠君。まあ、今のは私は非常に不誠実なお答えではないかなと思います。だって報酬もわからないで、報酬を関西電力からもらっている委員がどうやってね、中立だって言えるのか、それがいくらかもわからない。もちろんそれはね、今回こういう事象ですからね、ぜひともそういったところまで明らかにしていただきたいという、これ一般の企業とは違うんですよ。電力料金、そしていろんな公の税金も入っている事業だから、許可を与えている事業だから、だからこういうところは特に求められるんではないかと思います。時間がないので次いきます。吉田開発の、匿名発注された、受注のお金がこう管理をしているというのが一つの流れ、それだけではないと思いますが、そういう中で、3億2000万円ですかが、関西電力の経営者に戻ってきたと。そのお金の3億円は、まあ、吉田開発からというようなお話があります。で、この吉田開発の、どういう発注、匿名の発注があるのかというデータについては、我々いろんな野党のヒアリングをしてデータ開示を求めているんですけど、一切黒塗りなんですよ。項目も金額もどういう工事内容か一切明らかになっていません。なので私たちはこの吉田開発の仕事が適正な仕事であったのかどうかということを検証できません。で、経産省の皆さんはその黒塗りになる前のデータをお持ちと聞いています。で、もう一つ言うならば、この電力の、電気料金の価格などを審査するにあたっても、
経産省の皆さんはそういう発注をチェックをして許可を与えている。だからこの、吉田開発の受注の中身、仕事の中身については皆さんは分かっていらっしゃるはずだ、ね、それを見て適切だったのかどうなのか、それはどういうふうに今判断されているか教えてください。梶山経済産業大臣。まずあの資料の提供の件についてでありますけれども、国会議員からの資料請求要求は経済産業省としても可能な限り、まあ 協力が必要であると感じております。また方で関西電力が黒塗りした箇所は、特定の会社、団体、個人名、発注先、契約価格等に関する記述が含まれておりまして、関西電力はこれを公表するとこれらの特定の方々の利益を害する恐れがあるために公表は控えたいという意向であったと承知しております。まあ、これらは公開情報公開法においても公にすることで、企業や個人の権利や競争上の地位などを害する恐れがあるものについては開示しないことができるとされておりまして、このルールに照らしても、まあ、非公表とすることはやむを得ないと考えております。他方でその吉田開発の取引の適切性につきましては、10月9日に設置された第三者委員会において徹底的に、まあ、調査をし、原因究明を行った上で、速やかに報告をし公表をしてまいりたいと思っております。山崎誠君。また第三者委員会に逃げるんですけど、皆さんはこの吉田開発の発注内容見てるんですよ、ね、どういう工事を担当されて単価いくらでどういう工数で仕事をしたかっていうのが見えてるはずです。それを見てこの工事はいわゆる裏金を作るために水増しされた工事かどうかっていうのを確認されてるはずだと思うんですけど、その点いかがですか。資源エネルギー庁村瀬電力ガス事業部長。お答え申し上げます。まず審査につきまして、料金審査につきましてですけれども、関西電力をはじめとする電力会社の料金審査につきましては、経産大臣が公開のプロセスを通じて厳格審査を行ったうえで認可しています。で、その中で、まず審査のやり方ですけれども、吉田開発の話してください。はい、その後、はい、吉田開発の費用につきましては、まず審査の中で、その後3ヶ月、審査があってから3か年の費用の見通しについて、これを厳格に審査をしたので料金認可をしているということでございますので、あくまでもその後3年間に行う工事について、その必要性や見積額の妥当性を確認しているプロセスになります。従いまして、実際の契約相手や契約内容を審査するものではないということでございます。山崎誠君。ちょっとなんか分かりにくい質問、答えなんですけど、私が言っているのは、今、お手元にある皆さんの資料で、報告書が上がってきているんですよ。で、3億円の裏金を作った吉田開発の発注に水増しだとかがありませんでしたかっていうのを聞きたかったんです。まあでもお答えがないので、我々は持ってませんのでデータ、第三者委員会から出るのを待つんですかね。でね、私は重要なのはここからです。まあ、吉田開発は今出てますが、他にもいろんな会社が同じようにある、ね、同じような裏金を作っている可能性がある。で、裏金の作り方って2つなんですよ、ね、発注の単価を水増しをするとかね、工数を水増しをして、で受注金額を上げるか、ね、金額は適正だけれども手抜きをして安く上げるかですよ。わかりますか。私はその2つしかお金の、まあ、裏金の作り方は私詳しくありませんけど、簡単に考えてこの2つだと思うんですよ、ね、で私がここから次言いたいのは、じゃあもし吉田開発にしても他の会社にしても裏金をそうやって手抜きで作っていたとしたら、この工事の品質保証できますか。私は非常にそこが今問われてるんだと思うんですよ。第三者に委ねるのはいいでしょう。でもどういう発注があって、そしてそれが適正価格なのかどうなのか、適正価格だと判断されるのに裏金が生まれたということは工事の内容が適切かどうかじゃないですか。そういうケースの時には、この皆さんがやっている工事、原発に絡む安全に絡む工事もたくさんありますよね。そういったものの信頼性が完全に崩れるんじゃないですか。
今関西電力が動いている原発、まあ、再稼働しているもの、停止中もあるかもしれませんけど、3基、4基ありますよね。ねえ、設置変更許可が下りているものもある。これ一回、第三者委員会の結果がちゃんと出て、こういうことがないんだということが証明されるまで、止めなきゃいけないんじゃないですか、大臣、どう思いますか。梶山経済産業大臣。その裏金の作り方については私も存じ上げませんけれども、その先ほど事務方が申し上げましたのは、向こう3年間の工事、必要な工事について料金設定の時に査定をするということであります。ですから一つ一つ査定をしている、10億円以上の工事については査定をしているということで、あの余分な査定、余分な金額 の、 あの上積み、水増しというのはありえないということであります。一方で工事が終わった後の研修というのはしっかりと技術陣が行っておりますので、今の時点でそういう疑いを持たれるということにはならないと思います。山崎誠君。技術陣がちゃんとチェックをしているのは当然だと思いますよ。でもそれすべてチェックできているとも思えないし、ね、こういったことで手抜きがいろんなところでちょこ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 起こっていたとしたら大変危険だという認識はありませんか。ね、原発の今信頼回復なんでしょ。信頼回復しなきゃいけないときに、いや手抜き工事はあるかもしれないけども、それはちゃんと技術陣がチェックして OK だから大丈夫ですって、そういう話になってしまいますよ。そんなことを国民の皆さん、あるいは原発自治体の皆さん信用しないと思いますが、どうですか。梶山経済産業大臣。手抜き工事をその技術陣が認めているということではなくて、しっかりとした研修作業をしているということなんですね。研修というか、ものを収めた完成後の研修をしているということでもあります。そして、まあ吉田工業がこの関西電力からどういう形でやったのか、それとも他の仕事との関係で捻出をしたのかということも含めて今調査を行っているということであります。山崎誠君。ぜひもう一回繰り返しになりますけども、皆さんが言う第三者、私は第三者とは言わないけれども、まあ調査結果がきちっと出るまでやはり関西電力の原発は止めるべきだ、ね、すぐ止められなくても次のタイミングで止めて結果を見て工事に信頼性があるんだと、契約上もそれが担保できてるんだということを確認してからでないと動かせないと思いますよ。それが私は原子力行政を司っている梶山大臣の責任だと思います。強くこれは申し上げておきます。時間がないのでちょっと次の質問に飛ばしていただきます。原発の東京電力福島第一原発の事故の原因究明について、これは受けた委員長に来ていただいてますので、お聞きをしてまいりたいんですが、あの9月の4日ですかね、どこの場でお話しされたか分かりませんが、原発事故の調査を再開するというお話がありました。で、まあ、あの原発事故から10年を前にこの原因をもう一回明らかに、不明なところを明らかにしていくというお話だと思います。どんな点を、これから調査をされるのか、今どういうところが不安なのか、まあ、大変専門的な話になると長くなりますので端的にお答えいただければと思います。原子力規制委員会福田委員長。お答えをいたします。まずこのタイミングで調査を分析を再開しようとしたのは、まあこれまでアクセスできなかったところに、まあこれまでに比べればやや到達できるようになったことで、さまざまな調査が可能になったということ で、 でこの可能になったポイントを最も有効に生かせるところというのは、当時耐圧強化弁当をやろうとしました。で耐圧強化弁当をやろうとしたことがかえってその事故の収束に悪影響を及ぼしたのではないか、可燃性ガスの処理系を通じて、格納液の中のガスを出そうとしたわけですけれども、その時の、まあ、設計が当時の視点から見ても妥当であったかどうか、それから、まあ、そういった設備類がどのように挙動したのかという点などを調べてまいりたいというふうに考えております。山崎誠君。まあ、非常に、まあ、ちょっと私としてはですね、原因究明、国会の事故調査委員会の報告書が出ておりまして、それについて見れば、まあ、地震動による、事故の発生の可能性も排除できないというのが私は結論だと思っておりまして、せっかくであればですね、私はやっぱり、規制委員会
会の皆さんにはもう一回そこの原点に立ち戻る、調査を、していただきたいなという思いがあります。で今日はその関係で、これはあの文藝春秋に記事が出ました。で木村敏夫さんという元東電のエンジニアの方で、まあ、あの原子炉に大変詳しい方が、まあ、実名で、投稿されて記事になっている、ものでございます。であの端的にこれ資料1でございますけれども、炉心流量のデータという、まあ、極めてこの炉心を管理をしている、操作している皆さんにとっては大変重要なデータがずっと、まあ、隠されていたというか、まあ、出てこなかった。でそれが2013年になって出てきた。でその分析をした結果、自然流循環という、まあ、本当であれば止まってもその炉の中を冷却水が回っていなきゃいけないものがデータを分析をすると、ほとんどゼロになっているんだということで、問題だと。ですからこの原子炉これはあのゼロになったのは、地震直後でございまして、津波到達以前の話です。なので、まあ、この木村さんは、津波原因の事故ということではなくて、地震動による何らかの、損傷が原発にあってそれが影響した可能性が排除できないのではないかということを、訴えられています。それで、私もいろいろ勉強させていただきました。で資料2なんですけども、じゃあこの流量のお話というのは、どういうことなのかなということで、規制委員会の専門家の皆さんとも何回か、お話をさせていただいてこの表を作りました。で規制委員会の皆さんは原子炉の水位と圧力を見てで異常はなかったので、燃料に異常はなかったというような結論を出していらっしゃいます。であの木村さんの論考からすると、炉心流量のデータというのは、これは非常にその燃料の、状況を見るには大事なデータだと。で燃料に問題が発生してその流量がゼロということ自然循環が止まっているということは、燃料に問題が発生していた可能性が極めて高いんじゃないかということを結論としておっしゃっています。これはあの真っ向、対立します。規制委員会の見解と木村さんの見解、私はどちらかが、正しい どういうふうに辻褄が合うのかなということを皆さんに分析をしていただきたいと思うんですよね。で緊急時のチェック項目ということで、水位圧力は見るけれども、まあ、この炉心流量のデータは見ないということをお聞きしました。まあ、緊急事態の時に、全部のデータを見ることはできません。なのでこの水位と圧力で議論をされるのはいいとする。で健全性燃料の健全性のパラメーターということであれば、これは、この流量のデータが大事になると。で最小限界出力比って、まあ、専門用語はいいですけども、要は発熱する燃料とそれを冷やすために回る冷却水の関係、これが非常に重要で、これを分析しないと、この健全性、燃料が健全かどうか、バンとスクランブルで原発が異常停止した後どういうふうにこれが冷やされていったのかというのは、この流量データをきちっと見ないと、判断ができないというのが、専門家の見解と見ています。でこの、健全性のパラメータとしては水位とか圧力ではなくてこの流量なんだというふうにお聞きをしました。で、ぜひともここからなんですけど、この流量データの分析を今まで、委員会の皆さんも誰もなさっていない。であの直後はその事故当時は見ないのは分かります。でも流量のデータは今お話したように本当にその燃料の損傷具合を見るために大事なデータだということは間違いありません。なんでこれを分析しないのか、お聞きをしたいと思います。原子力規制委員会福田委員長お答えをいたします。地震動を原因とする冷却材の漏洩の可能性については原子力規制委員会は2014年平成26年10月に取りまとめた中間報告の中で調査分析をしております。で原子炉の水位、ご質問にもありましたが原子炉の水位圧力等に大きな変動はなく地震発生から津波の到達まで、原子炉圧力バウンダリーから漏洩が発生したことを示すデータはありませんでした。
でまたご指摘の主張は炉心流量という一つのパラメーターにのみ着目して展開をされていますけれども、他のパラメーターは炉心流量の喪失や燃料の喪失があったというようなことは示しておりません。原子力規制委員会としましては、これまでの見解を覆すような新事実が示されたとは考えておりません。でご指摘の事項について今後の自己分析の対象とすることも現時点では考えておりません。山崎誠君。私は それは非常に残念なお話でね、いいんです別に、データいろんな解析の方法があって水圧 OK だった、水量 OK だった、じゃあ流量のデータどうだろうと、今後いろんなところで生きるデータを取るという意味でも、なんでこの炉心の流量のデータの分析しないんですか。私はでこれはですね非常に重要なんですよ。炉心の流量のデータは安全審査でも見てらっしゃる、ね、新しい新設のプラントの検査でも見てらっしゃる。でもっと言うと、日本原子力学会の標準で、過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準というのもあって、そういうものをきちっとチェックをしないと燃料の健全性がちゃんと保たれているかどうかを判断できないんですよと。これが非常に運転上は大変重要なパラメーター、そういうふうに聞いているので、なんでそこを分析しないのか、なんでそこを分析しないで調査を終わらせようとするんですか。助田委員長お答えをいたします。ご指摘にあります炉心流量というのは重要なパラメーターの一つであることはご指摘の通りです。しかしながら炉心の中の流量が喪失したり、要するにまあ燃料が空炊きのような状態になったときには、同時に他のパラメーターもその状態が起きたということを示します。炉心流量のデータの分析が行われていることは記事で承知をしておりますけれども、他のパラメーターは炉心の流量が喪失したということ、また燃料の健全性が失われたという状態を示していません。で、一つのパラメーターだけに着目して仮説を展開することは非常に危険だと考えております。したがって私はこの原子力規制委員会は今回の記事がこれまでの見解を覆すような事実を示しているものとは考えておりません。山崎誠君。更田委員長ほどの方がね、更田委員長こそ水位とか圧力のパラメーターに偏ってないですか。更田委員長こそ固定のパラメーターに固執して、この炉心の流量データというあるデータの分析すらしない、その姿勢が私は全く理解できません。これだけ今更田委員長も流量データ大事だって今おっしゃったじゃないですか。それがまあこの方素人じゃありませんよ。もう原発ずっと分析をして運転をしてきた方がこういうデータになったよ、どうなんですかって社会に問いかけてるんですよ。それに対して規制委員会が、いや他のパラメーター大丈夫だからこのデータは目をつむるってことになりますよ。そういう姿勢で本当に規制の安全守れるんですか。なんでこれ分析しないんですか。分析して推移圧力、こういうふうにつじつまが合うんだと、自然循環が止まっている、いや止まってないんです、こういうふうに循環が起こってますから問題ないんだと、なんでその説明ができないんですか。説明できないから分析しないんじゃないですか。原子力規制委員会、副委員長。お答えをいたします。炉心流量が止まっていることを示すデータが、炉心流量が止まっているかどうかを判断することには、いくつものパラメーターを見て、総合的に判断をする必要があります。そのうちの一つが、仮にその仮説を展開するようなものであったとしても、炉心の流量が失われていれば、例えば周囲の空間線量率は上がってきます、燃料むき出しになるわけですから。その他のパラメーターが明らかにそのような状態が起きたことを示していない中で、一つのパラメーターだけに着目した分析を行うというのは、極めて偏った分析を行うことになると考えております。山崎誠君。私は、木村さんは偏っているかもしれないけど、私は偏ってませんよ。私は流量データも一つのパラメーターとして重要だと言われているんだから、この分析をやってみて、ね、分析をやって、他の
パラメーターとの整合を確認してくださいって言ってるんです。一つのパラメーターですよ、流量データは。当たり前です。それを持ってね、事故原因がこれだなんて私は決めつけてませんよ。この人はそういうふうに書いてるけど、私はその流量データというものを分析しない、なんでしないのかっていうのが分かんないんですよ。規制委員会が他のパラメーターで正常だから流量データは見なくても大丈夫だ、なんでこの流量データに目をつむるのかが分からないんですよ。原子力規制委員会、福田委員長。お答えをいたします。目をつぶってるわけではありません。で、一つのパラメーターをだけに着目して展開されているような事実について、私たちはそれをさらに深追いする価値がないと申し上げています。他のパラメーター見て。山崎誠君、今の発言非常に私はもうこれ学会にも確認をしたいと思います。いや、流量データは分析に値しないデータなんですね。いや、言って今大臣委員長そうおっしゃいましたよ。私は別に冷静に今議論をしているんだけど、なんで、まあ、私はもうこれはね、水掛け論なんでやめますけれども、私はね、こういう規制委員会の姿勢は残念でならないんですよ。説明をいろいろ聴取させていただいていても、東京電力のレポートにこう書いてあるんでこうです、問題起きてません、こういうデータはこういうふうに我々は分析したので問題ありませんね。私は規制委員会が一番すべきなのは、あらゆる可能性についていろんな問題提起があればそれを受けて一つ一つを確認をして、でそれを整合して新しい基準に反映をさせて原発を安全に活動、ね、動かす、その責務があるんじゃないですか。なのになんでこの流量データに関してはね、分析すらしないんですよ。分析すらしないっていうその意味が私には分からないですよ。残念です。まあ、もうこれやめますけどね、原発が、ちょっと静かにさせてください。ご静粛にお願いします。原発の中にまだ入れてない段階で、これから調査に入られる、それでもまだ全部には入れない、難しいっておっしゃってる、そういう段階でさまざまな可能性について検証をしながらでなければ、もう原発再稼働始めてるんですよ、ね、原発が全部止まってその調査の結果を待ってるんだったら私はこんなことは言わない。もう動き出して暫定的な私は安全基準で動いてるんだと思いますよ。それを調査をいい加減に、まあいい加減というと言葉悪いですが、ちゃんと可能性について詰めないまま進んでいく原子力の安全行政、やっぱり私問題だと思います。なんでこれは炉心のね、この流量のデータだけ分析してくれないのか。本当にね、いや総合的に判断するとかね、他のパラメーターで整合を取れるから、あ、まあ、それで分かるからっていう話じゃないと思いますよ。だって炉心にデータあるんだから、それ分析すればいいじゃないですか。それをしない理由が私には分からない。いや、非常に極めて重要なデータですよ。でもう一回最後にお願いをしておきますけれども、この、最小限界比出力比って、あ、最小限界出力比のこの分析は、ぜひやらなきゃいけない項目だと思うんですが、これをやるつもりはありますか。原子力規制委員会、福田委員長。お答えをいたします。ございません。山崎誠君。まあまあ今日のところはそれでいいのかもしれませんが、大変私は今のご発言は問題だと思います。まあ、また次でご質問したいと思います。じゃあ次の質問に行きたいと思います。電力系統についてのお話でございまして、これ梶山大臣にもお聞きしたいんです。まず一番大きなね、方針のところなんですけど、今日お話をしたいのが発電側基本料金導入ということで、まあ、系統の整備や保守のいろんな負担を、まあ、発電事業者の皆さんにも持っていただきましょうと、まあ、火力発電所もあるでしょう、原子力もあるでしょう、自然エネルギーもあるでしょうと、そういう方々にも負担していただきましょうという発想で、で効率的に配電も、ね、
送配電網を整備しましょうというのが発想ではあります。でも私は根本的にどういう送配電網をこれから作っていくのかっていうグランドデザインをまず前提としてしっかりと作って、それにはどういう投資が必要 でその投資をどういうふうに負担してもらうのか公平かっていう議論をやっていかなきゃいけないと思うんですよ。今までの電力大手電力会社の体制の原発や火力発電所中心の、系統を今自然エネルギー、再生可能エネルギーにシフトしなきゃいけないですよね。ある意味分散型のネットワーク型の系統に切り替えていかなきゃいけないっていう認識を、まあね、お持ちだと思います。部長もね、うなずいてくださってますから、そういう今段階にある中で、じゃあ系統全体をどういうふうに整備をし、そしてそれにいくらぐらいの投資をするんだっていうことを先に議論すべきだと思うんですよ。その議論できてますか、梶山さん。梶山経済産業大臣。今ご指摘のありました発電側の基本料金の導入というのは、昨年7月のエネルギー基本計画の中で、まあ、閣議決定をされたものであります。今後再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、まあ、系統制約を克服するために、我が国の電力系統再エネの大量導入等の環境変化に対応した次世代型の、まあ、ネットワークへ転換していく必要がございます。国や電力広域機関において、まあ、今後の系統のマスタープランについて検討を今進めていくところであります。まあ、その上で、この発電側基本料金はより効率的な再エネを電力系統に受け入れる効果があり、再エネ主力電源化を進める上でも有益なものであるため、マスタープランと後先のその関係にあるものではないと、まあ、思っております。今現実にさまざまなネットワークの不備が言われている中で、どう整備していくかというのは、このマスタープランと同時並行で今やっていこうということであります。山崎誠君。まあ、仕事の進め方としてですね、私はやっぱり大きなマスタープラン議論が先だと思うんですよ。どのぐらいの全体像として投資をしなきゃいけない、今のこのね、皆さんのお考えをいろいろお聞きをしていると非常に部分的なんですよ。非常に申し訳ないんですけど小手先なんです。こうやったらどうだろう、ぶつかってここはちょっと負担が重いな、じゃあこう軽くしようか、でこっち行くとね、ここもちょっと都合が悪いな、じゃあこういう制度を組み合わせようか、そうやって一生懸命今やってるんです。でも全体でじゃあどんなシステムを作っていくのかっていう青写真がないから、非常に私はそういう意味だと不整合が多くのところで起きていると思います。もともとはですね、エネルギーミックスから出発してるんですよ。再エネを何度もお聞きしました、20から24 これは目標ではありません。再エネの最大導入っていうのが目標です。そしたらそれをベースにしたネットワークのあり方ってやっぱり検討しなきゃいけないんです。それができてなくて小手先の今議論が申し訳ないけども進んでいることについて非常に危惧をしているんですけど、いかがですか。梶山経済産業大臣。昨年の北海道のブラックアウト、また今回の災害等により停電が起きていること、そしてさらにまた電源も多様化をしなくちゃならないという課題がございます。そういった中で、集中と選択から今度は多様化と、まあ、分散化というキーワードも必要になると思っておりますが、その中で、再生可能エネルギーを増やしていくためにしっかりと対応をしていきたいということでありますが、マスタープランをやっていく中でですね、やはりその費用もあるわけですね。それを全体で、事業を進めながら、まあ、やっていくということになりますけれども、それぞれの地域の連携線も含めて、まあ、どうあるべきかということは考えながらやっていく。そして23年にこの発電者側の料金についても導入をしてまいりたいと思っております。山崎誠君。具体的にですね、不整合の例をいくつか3つぐらいかな挙げたいと思います。まず1つ、このね、発電側の基本料金をどういうふうに決めるかっていうと、設備容量をベースにして、設備容量に対していくら課金っていうことをやっています。わかりますか。
でご説明するときにですね、いや高速道路がこうあってですね、それに対してこう負担をこう割り当てていくんですみたいなお話をされています。これって皆さん経産省の皆さんが一生懸命やっているコネクト&マネージの前の世界の話ですよ。コネクト&マネージ分かりますよね。つなげて工夫をして限られた資源を有効活用しようっていうコネクト&マネージの発想を取っている最中に、この発電側の基本料金は積み上げ方式の昔の考え方に戻ってるんですよ。それで、これ資料の4につけましたけれども、そうやって積み上げていくと、稼働率、設備の利用率が低い太陽光発電、風力発電は、負担が重くなる。で、稼働率が高い石炭火力、見てください、0.3 円、風力は 0.9 円、太陽光発電 1.6 円、これ、政府が進めなきゃいけないのと、負担が逆じゃないですか。こういう設計になってしまってるんですよ。それでこれを説明するときに、もうちょっと時間がないんで私先取りしますけど、一般負担という考え方がありまして、初期投資を、その分再エネはですね、上限額を引き上げてあげるんで初期投資が、少し楽になるので、まあ言うなれば初期に投資をするものを分割払いみたいな形でならしてあげるんで、それで我慢してくださいって言ってるんですけど、この差はですね明らかにおかしいです。で、今言った一般負担というのは発生するところも発生しないところもあります。発生するところであれば、まあ、負担軽減になるかもしれないけれども、発生しない接続のものもたくさんあります。でもっと言うと、効率的に接続しようとした事業者は負担は塗装の負担小さいですから、そこはメリットないんですよ。残るのはこの負担だけですよ。ローンだけ背負わされるような形になっちゃうんですよ。それが再エネを抑え込むような効果を持つ負担になっている。これどう思いますか。梶山経済産業大臣。委員ご指摘のような課題もございます。そして先ほどお話ありましたように、まあ、初期投資の部分をどうするかというような課題もある。そういった中で2023年に導入を図っていく中で、今どういった制度がいいかということを議論をしているところであります。課題はしっかり捉えた上で、それぞれが納得できるような結論を導いてまいりたいと思っております。山崎誠君。梶山大臣、なんか自信なさげにお話をされてますけど、この逆進性って言葉はないかもしれないですけど再エネ逆進性、これはやはり正していただかないと、これではやっぱり再エネ事業者、やっぱりこれからまだまだ伸ばさなきゃいけないんですよ。本当に後ろ向きになってしまうと思いますよ。これずっとかかるんですか、これから基本料金としてキャッシュフロー悪くなる。でもう一つ例を挙げます。例えばですね、この、基本料金になっている原価っていうのは、お話を聞くと、例えば東京電力管内とか東北電力管内の系統を、維持をする、あるいは増強するための費用を、計算をして、でそれをこう容量で割っていって当てるっていう話なんですよね。そうすると、例えばです、今流行っているのは地域分散型で、例えば自治体が小売の電気事業をやって、で地域の発電所を束ねて、ある意味地域で自給自足的な電力供給をやろうという、そういう議論をしている中で、この時にもこの、ね、大きな系統とは関係ないところでやろうとしてるんですよ。まあ、ゼロとは言わない、まあ、直撃つながるかもしれない、でも大きな系統とは関係ないところで事業をやっているところにも同じ負担をかけようとしているんですよ。でこれを言うと、いやそういうところにはですね負担軽減策をやりますので、大丈夫ですって言うんです。大変私は複雑で分かりにくくて、とってもとてもですね、事業計画立てられないと思いますよ。どういうふうにこれがね運用されて、どういうふうに例えば負担軽減策が効いてきて、負担軽減策だってその地域にたくさん発電所ができたら条件変わってきますから、と負担軽減策がなくなったりするんですよ。そういうやり方って私は事業の本当に後押しをするよりは足を引っ張ると思いますよ。
こんなやっぱり設計では私は、事業再エネを応援することにならない。でもう一つ言いますよ、あの経産省の資料を見ると、要はですね、再エネは風況に縛られる、例えば太陽光、あ、すみません、風であれば風況に縛られる、地熱発電なんかもそうですよね。そうするとどうしても立地地域って決まってきちゃうわけですよ。必ずしも系統に近いわけではないところに作らなきゃいけない、そういう事業に対しては非常に冷たい、逆なんですよ。消費地に近いところに作って系統が充実しているところの方が、安く負担が小さく、こういうところの事業はやめてくれっていうのがこの基本設計のコンセプトですよ。これっておかしくないですか、どうですか。梶山経済産業大臣。あの先ほど山崎委員の方から言っていただきましたけれども、配送電網 の、 その追加コストが小さい地域は、軽減する措置を取っていくということであります。さらにまた、風況であるとか、またその土地の有無であるとか、そういうことも含めて、その電源の地域というのは限られてくるわけでありますけれども、まあ、そういったものも含めて、これから制度、あの2023年の導入までにしっかりとした制度にするための検討を続けていくということであります。山崎誠君。一番初めに言いましたけれども、やろうとして考えると、こんなケース、こんなケース、こんなケースっていろんなケースがあって、それぞれぶつかるんですよ。じゃあしょうがない、じゃあここはちょっと安くしようかとかね、ここはこうしようかって、継ぎはぎだらけなんですよ今の制度設計。こういうのやめてほしいんです。こういうんではなくて、例えばこれ3枚目につけました、現状でも私はいいと思いますよ。きれいに負担は小売事業者の方に、行って託送料という形で送配電が守られると。で別な方法で送配電の効率化をやりましょうよ。別な方法でちゃんとマスタープランを決めて、国の投資額も決めて、で地域で地域でどういう形にするのかを決めて、その負担を考えましょうよ。その発想がなくて、この基本料金を入れるとなんとなく事業者がうまく動いてくれるんじゃないかなみたいな発想で事業設計やるのはやめてください。これはもうお願いです。ぜひ見直していただきたい、このお話です。それから最後、残り5分になりましたが、バイマス発電について、触れさせていただきます。で資料の、5番ちょっと大変見にくい資料なんですけども、バイマス発電を今、やっている事業者の多くが海外から、パーム油だとかをですね輸入をして発電をしているという事業があります。でそれも、FIT 固定価格買取制度で支援がされている事業なんですけど、これあの、経産省の、バイオマス持続可能性ワーキンググループの中間報告ということで経産省がまとめられた資料です。でこれを見てあの私もあの認識不足で恥ずかしかったんですけど、ライフサイクルで CO2 の排出量、温室効果ガスの排出量を見ると、ライフサイクルどういうことかというと、栽培をして加工をして輸送をして燃やすっていう、この全体のプロセスで見ると、資料が大変見にくくて申し訳ないんですが、図1のように LNG の火力発電所よりも多く排出するようなバイオマスの発電というのがあると。ね、FIT で応援をする事業なのにCO2 の排出量は LNG 並み、それを超える。だからこれははっきり言って完全にそのFITの固定価格買取制度の趣旨を逸脱しているものに今応援をしようとしています。でこの河川部を引いたところなんですけど、まあ、こういった事業をなんとか食い止めなきゃいけないということで、取り組みされていると思うんですけど、こういう事業をどういうふうに止めようとしているか教えていただけますか。新エネルギー庁松山省エネルギー新エネルギー部長。お答え申し上げます。今委員ご指摘のようにあのバイマス発電の中には輸入燃料輸入材といったものを使ったようなものもいろいろございます。もちろんのことながらできれば国内の地域活性化の観点でというのはあるわけでございますが、一方でバイマス発電が安定的に供給できると
続いていくためには燃料供給の安定性ということが非常に重要でございます。今現状の実態を踏まえた場合に燃料供給の限界ということを踏まえますと、これ海外材、海外燃料を使ったものも一定程度進める意義はあるのかなと考えてございます。で、委員からお示しいただきました資料にございますものは、この特にバイオマスでございますが、持続可能性をどう維持するか、これはフィットの調達価格等算定委員会および私どもの審議会の中でも大きな論点として議論を進めておりまして、昨年度の委員会の意見を踏まえまして今年4月からワーキンググループで専門家の方にお集まりいただきまして検討を進めていると、その中の資料の抜粋いただいてお配りいただいているものと認識してございます。ご指摘のとおり、その報告書案の中におきまして、ライフサイクル全体で見ますと、一部の化石燃料よりも温室効果ガスを排出する可能性飛散地というものが示されることは事実でございます。私もこの議論をする中で、この問題意識をしっかりと共有し、提起申し上げるために、この一定の試算をしたものでございます。で、他方でですね、今お配りいただいた資料のその河川の下のところにあるわけでございますが、例えばその栽培、輸送、加工の方法等々ですね、それぞれの燃料種、それからどこで作られるかによって、さまざまプロセスがございます。で、それぞれの排出量というのはさまざまでございますし、これも国際的にも議論になっておりますけれども、算定の方法にはなかなか困難性、特に海外であるものについてのチェックでございますので、執行上、現在確立したものがなかなか見当たらないというものもございます。こういった中で、一律の方法で確認するということではなく、個別の事情を見ていく必要があるというのが現在、専門家の議論でございます。まずは第三者認証というものが現在あるわけでございますが、こういった方式を活用しながら、バイオマス原料の栽培、加工工程での排出を削減するための計画と、こういったものが作られていて、排出が最小限にとどめていられるかどうか、こういったものを個別に見ながら、持続可能性というものをチェックしていくというようなことが現在検討されているというふうに認識しております。しっかりと検討を進めていきたいと考えております。山崎誠君。ありがとうございます。このレポート自体、本当に経産省から出てきたことは大変評価を、できる話だと思います。こういう見方をすると本当にフィットに合わないものがたくさんあるんだということが明らかだと思います。で、ぜひいただいた、ね、資料では RSPO 認証基準みたいなものを入れてチェックをしようというような話も進んでます。ただこれは JHG の、 温暖化効果ガスに焦点を当てたものではないのである意味弱いです。ぜひそういったものを早く確立をさせて、でこういうフィットの事業を排除していただかなければなりません。ぜひとも、お願いをいたします。もう時間になりましたので終わりにしますが、私どもは原発ゼロ基本法案も提出をさせていただいています。それから分散型のエネルギー社会を作るための推進法案も出しています。委員長、ぜひとも、審議をですね、させていただいて、議論を尽くしてまいりたいと思いますので、お取り計らいをよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。ただいま両筆頭間で協議いただいておりますので、その上で判断したいと思います。次回は来る8日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。